風が止んだら沖まで船を出そう。手紙を入れたガラス瓶を持って遠いところへ行った友達に潮騒の音がもう一度届く遠いところへ行った友達に潮騒の音がもう一度届くように今海に流そう。高い丘に立とう。名もない島が見えるかもしれない。小さな子供に海の青さをもう一度伝えるために今瞳を閉じて今瞳を閉じて